勝たなきゃいけない相手だなと思ってます。一番負けてはいけない存在かなとは思います。バチバチの方だね、うちは男と男の戦いなんだもん。ドライバーズチャンピオンもチームチャンピオンもみんな取りたい、まあ、最後まで諦めずに自分たちのベストを尽くしたいと思います。2022年全日本スーパーフォーミュラー選手権第8戦ライトアウト、今スタートになりました。カーナンバー19番と20番のカーエネクスティームインパルの2台が競り合っている。インパル同士が90度コーナーで前に出ているぞ。関口だ。19号車の関口が平川の前。これはでも塚越さん、はい、オープニングラップインパルのバトルご覧になってどうですか。これ容赦ないですね。容赦ない感じですよね、はい、早いものが前に行くんだという、それがチームインパルなのか。今年に関しては自分がチャンピオンの権利なくて、平川選手がある中で譲りなさいとかそういう言葉があればもちろん頭に入れてますけど、そういう話一切なかったんで、もう本能のままに、やっぱり目の前に車がいたらチャンスあればやっぱりねじ込んでいく。いや、それはなかったですね、まあ、それもないっていうのは自分は分かってるので、まあ、自分で取るしかないっていうのはあります。おっと、そしてインパルの2台のまだ争っている。うわ、90度。今度は平川選手が関口選手にやり返す。いや、本当にあの塚越さん、もう一回言ってもらっていいですか。容赦ないですね。容赦なく、はい。やれやれ。そんなのチームオーダーにした方がいいんじゃないか。みんな関係ない人が いろんなことをこう言う人がいますよ。関口、今ちょっと入れ替えるなんて。そんなことを俺は 100% 言えない。取りたいんだったら自分の手で奪えって。6番手の今関口雄飛がまず最初にピットに入った。最後の最後まで遅らせていた平川亮がピットに入ります。5秒6だ、5秒6。チームインパルワンツーだ。強いチームインパルが1位と2位を固めました。まあ、チームメイトが一番比べやすいので、まあ、一番負けてはいけない存在かなとは思いますね。自分が一番になりたいし、まあ、ならなきゃいけない背景もいろいろ背負ってるものもあるし、そう戦う相手なわけじゃないですか。勝たなきゃいけない相手だなと思ってます。バチバチの方だね、うちは、うん、だって遊びじゃないから。お前たち2人がプロのプロの中の最強の中にいる2人が2人のルールを決めてレースをしろって言ってるの。だからもう2人にしか分からないことがあるのよ。もうそれを外からね、ああしろこうしろなんて余計なこと言うなって、2人でルールを決めろって言ってる。完全に射程距離に捉えたと平川。カーエネクスティームインパル差しで勝負だ。タイヤの差がこっちは古くて向こうはフレッシュで何十周か差があったんで、自分の想像よりは早く後ろに平川選手来てたんで、あ、これは結構ペースの差があるんだなと思っていて、10秒ぐらいこう弱気になったんですけど、すぐ切り替わって、苦しい中でこそやっぱ抑えることが価値があるなっていうふうに思えてきたというか。2週前ぐらいにオーバーテイクのボタンをちょっとまあ押し間違えたというか、ちょっと読み間違えて押してしまって、自分の判断ミスに結構苛立ってて、ちょっとまあ叫んでたと思いますけど。チームメイト同士の最終ラップ、エクストラパワーを使って平川が最後の90度ですね。いやー、ここ赤くなった。いやー、これは90度赤くなった。まだ残っているか。関口は当選棒をする。そしてインを押さえて90度並ばれないようにした。お互い並ばれないようにして、そして今度はアウトから並んだ、そしてアウトに弾いていく。おっと今
サイドビクトリーコーナーに入ってくる。意地を見せた、意地を見せた。19号車の関口が今シーズン初優勝を平川から守り抜きました。20番の平川真剣勝負で関口、いやー、かわすことは叶いませんでしたが、2番手フィニッシュでチャンピオン争いは最終鈴鹿へ持ち越し。まあ、自分の長所っていうのは気持ちの強さと、プレッシャーで負けてミスしない、そこは最大の売りなんで、そこで勝てたと思って、非常に自分としても良いレースができたなと思います。負けるのってやっぱり自分も嫌いですし、やっぱもうちょっとスマートにいければ勝てたので、そこはすごい反省したというか、勝てるチャンスはもっと高かったので、もうちょっとそこは今後に生かそうっていう感じですね。もう見てて怖いけど、怖いけど、あれがプロよ。目も合わさないし、会話もないよね。そんな楽しくやろうで、何々仲良し会じゃないから、お互いね頑張りましょうね。そんなもん全くない。もうそれで男と男の戦いなんだもん。二人が共通して言えるのは、前の獣は何としても抜いてくるっていう、そのあれは同じだね。だからそこがいいね。何が目的か、勝ったドライバーズチャンピオンもチームチャンピオンもみんな取りたい方だからね。あの二人に託してんだけどね。2022年全日本スーパーフォーミュラー選手権第9戦。惜しいシーズンは何回かあったんですけども、なかなか取れないので、すごく欲しいものではありますね。今シーズンに関して言えば、予選で沈んでしまっているというのが、すごくチャンピオンを取れない一つの要因なので、そこをしっかりと解決すれば取れると思うんですけど。第9戦の予選、最終 Q2、戦いが始まります。平川選手のチャンピオン争いの2人は、特に気になりますよね。今コントロールラインを通過したが、平川8番手に終わった。タイヤのピークをあまり使えなかったかなっていう、思いっきりこうアタックできるような感触ではなかったですね。レースは何が起こるかわからないので、最後まで諦めずに自分たちのベストを尽くすのがまず先なので、そこに集中したいと思います。ライトアウト、今スタートになりました。さあ野尻はいいスタートが、宮田がちょっと出遅れたか。基本的にはもう引っ張るしかないと思ってて、25周ぐらいまで引っ張ってっていう作戦。
平川亮なんですが、坂口瀬那をこう追撃はしているんですけれども、オーバーテイクするっていうのは鈴鹿サーキットフリーで走るともうちょっと多分ペースがいいのかもしれないので、うん、一緒に付き合ってると順位が下がっちゃうのかなっていうような印象ですね、うん、もういいのない引っかかってるけど引っ張るしかないからね、頑張って。さあそして平川亮選手がようやく坂口瀬那選手を捉えた。日立アステモシケインで坂口瀬那を捉えました平川亮、前が開けました。これ20ラップ終了だからね、こっから6ラップ復習了解。さあこの1周どれだけペース上げてくるかというものですね。カーナンバー20番の平川亮、さあ前が広がった、ここでペースを上げたい。ただねちょっとここで数周でロスしたタイムは大きいです。あ1秒フラット平川選手、うわ来ましたね。1分41秒0というタイムで平川が自己ベスト。残り4周で何台抜けるか勝負だからね、あと2周。平川選手がコントロールラインを通過、ステイアウト。そして平川亮がピットだ。ここまでステイアウトをしていました平川亮、ようやくピットストップ。いや5秒台速い、インパルトメカニックは目の覚めるようなスピードで送り出しました。作業スピードが圧倒的に速い平川、そして牧野の後ろに平川をピットアウトしていきます。いやちょっと後ろからこれまた様々なドライバーに襲いかかられています。これは致し方のないところですが、さあ平川選手、さらに後ろから坂口瀬那が来ている。先ほどまで直接コース上でバトルをしていたその坂口はなんとか抑え込みたい。塚越さんの言われていた、あまり坂口選手に時間を取られるとという話をされてましたが、やっぱりちょっとあの時間が長かったんですかね。やっぱりここに落ち着いたところが、まあ、そうですね、悔しさはもう半端じゃない、うん、だからそれみんなにいい意味でみんなの責任じゃない、僕のまとめ役の責任だから、やることはいっぱいある、でも諦めない、見てろ、絶対やり返すから、うん、やっぱり負けて逆に強くなるチャンスだと思ってるんで、この負けが良い負けになるようにっていうのはやっぱ来年チャンピオン取ることなんで、また一から出直して頑張りたいと思います。悔しいですし、まあ、悔しい以上に悔しいというか、やっぱり僕たちも精一杯頑張ってきて、チーム全員一丸となって頑張ってやってきたんですけども、僕たちの力ってここまでじゃないですし、もっと力発揮できる、チームとしても発揮できるし、まあ、自分もまだまだ発揮できると思ってるし、まあ、そこを、まあ、しっかりと結果と走りで来年はさらなる進化をリベンジは絶対したいと思います。